めっちゃあるやん。こっちなんか、お肉こっちなんか多いやな。ほんまや、私の毎日も。オッケー。見て、この子めっちゃピッてる。はい、ということ。あ、せーの。サーディーか、バッタイガール。ちょっと待って。サーディーか、バッタイガールズのユナです。ユナです。今日は前回に引き続きフェスコルタスに行っています。イエーイ。ちょっと人間がいっぱい通るので、ちょっと終わります。前回、リクシー紹介っていうか、なんかマジで、もう、ノクタンで全然何も取れないので、とりあえずもう普段の買い物で、まあ、海外のスーパーで、買い物みたいな感じの普段見ないところまでお見せして、皆様にタイの感じをもっと味わっていただければなと思います。それではタクシーからエスカレーターで上がってきて、マシンテスト行こう。繋がってるからめっちゃ楽。雨降っとっても乗れへんしさ。乗れよ。乗った。乗った。うわ、ロータスズになるやつや、これ絶対。いやいや、ベッドがいい。だってもうほら、色見て、ロータスズの色してるもん。まや。いやいや。やばい、フードコートが閉まってる。私わざわざさ、ここまで来てさ、2人でフードコートで食べて帰ったりする。食べた。なんかさ、いっちゃん最初、私がまだ仕事してなくて、ミヤが仕事してる時とか、仕事終わりのタイミングに合わせてここでご飯食べてたよな。そう、食べとった。でも今は何も空いてない。結構フードコートレベル高いよね。うん、美味しい。ここのあの揚げマンゴーよ、美味しい。かかるわ。おい、ケツ叩かれた。空いてるな、昼間。確かに平日の昼間やから人おらん。結構でマスカーに乗ってキャンプリーグじゃない絶対買う。テスコテスコ、あれが可愛いよ。うん、可愛いねえ。私らがよく使うのこの辺ね。これいつも買う。ワンプラスワンで安いしさ、欲しい。なんかさ、この子なめて人気よな。使ったことはないねんけど。なんか寝る時もマジで暑いからさ、エアコンも消すし、扇風機もつけたりしてんかったりとか。これ好きな。なんかサラサラでスースーする子なよな、これ。コーリングパウダー。もういい、一回使ってみて。やっと来た。青だ。画面で見たら鮮やか。前さ、プロやな。トゲトゲやからさ、破れねえ。あね、重ねとかなあかんの。すごー。なんかいい光の当て方するよ。見て、画面色やばくない？怖。こっちの面は鮮やかやな。こっちなんか、あねカッサカッサ。ドラゴンフルーツ。このタイプさ、自分で詰めてピッてバーコード貼ってもらってレジに行くみたいな流れやん。そう、1キロ29バーツの値段でみたいな。ピーしてもらおう。ピーしてもらおう。忘れて3枚。私も忘れたことある。含みレジ行ってみたいなって、あ、ごめん私、もう無理だよって言って没収された。嘘やん、うん、嘘やん、言ってくれへんかった。めっちゃ荷物多いよ。めっちゃ並んでる。31.25 バーツ。安くない？3つで安っ。100円ぐらいって考えたらめっちゃ安くない？安っ。あ、めちゃくちゃニンニク。テストの方がローカル感あったんですね。確かに。でもまあこういうお肉みたいなのはビッグシーと一緒。お肉こっちの方やな。
ライティングなんか光の加減がさ、美味しく見える色になってる。あめっちゃホルモンや。あうまそう。うわ、骨カニ大好きじゃない。カニカマなんかすごいパンダンと、あれの卵そうでも、濃い色してんで、ね、カニキューブゲミッシュ。だって美味しそうやもん。こういうのはここで勝手に袋に入れて、あそこに持っていったらバーコード貼ってくれる。こういうのもさ、バーコードなかったらレジ通してくれへんから。あ、てかさ、このステッカーがロータスになってる。あ、ね、ほんまや。色ちょっと変わった。ドーナツ。これ、あ、そう、私こっちの方が好きやねん。え、私白い粉派。この砂糖の方が好き。うん、ジャリジャリの食感言うな。あれやな、ビッグシーに買うで買わなあかんし、私はこっちで買う。ほんまやな。なれこれ。やばない。ビジュアルやばない、トゥルトゥル、ナマズみたいな感じ。確かに顔が 横長系。こいつらもね、なんか色白、色白、美白みたいな言い方。すごい、氷の上にいっぱい。これあれかな、パタパタする系のカニかな。何パタパタって、なんか歩くだけじゃなくて、歩いて歩いてちょっと飛んでみたいな。そんなやつおるん。え、そう、なんかこういう羽みたいなのついてる。そんなやつ売ってんの、ここで。すごっ、めっちゃカニの匂い。カニかって誘惑食べる。1キロだって359バーツ。へー、いいよ。カニ1キロって何匹買えんのやろ。結構じゃない、すごい量買え。カニとエビでパーティーしたい。あ、ラムいっぱい。やっぱ量が多い。種類も多いし、量も多いな。ニシン多い。すごくない、あの、ニシンのさ、うんうん、開拓する人みたいな。え、あー、出前一丁のラーメンか。なんか名前知らん、この子なんやったっけ。はいはい、この辺ニシン。あんま食べたことない。まあまあや。あれ、普通のあのカップと一緒。そう、うん、この辺もね、味の素。うーん、お前味の素やこれ、ね、え、これ初めて見た。缶詰めっちゃいっぱい。なんか誰かがココさんかな、うんうん、なんかトマトサワー缶みたいなのが美味しいみたいな。こんなやつ、めっちゃ味付きの。それじゃないやつやったけど、でもなんかこういう系。そう、めっちゃポテチ。意外と種類難しいのが多かった。そんなことないな、どうもないんですけど。なんか一時期めっちゃ種類あったときなかった。あったっけ。めっちゃあった。あ、でも可愛いシリーズがさ、めっちゃ可愛いシリーズになって、めっちゃ色鮮やかやったのが、なんか最低限しか。うん、で、同じやつでいっぱいって感じやな。でもなんかよくあんまり見たことないようなチップスもいっぱいある。なにこれ、初めて見た。かわいい、海っぽい。確かに食べたラーメン、アップルタコ、ユーロケーキ。私今家にあるわ。ユーロケーキ最初めっちゃハマって、めっちゃ飽きたい。でも値段は一緒やな。うまやな、ビッグシー同様。セット系ね、ちっちゃいの。え、これほんまに美味しい。これのなんかちっこいサイズ。え、これ欲しい。この味もある。あ、ほんまや。え、何個入っとったっけ。12個ぐらい入っとったっけ。12個とかやった前。え、こんぐらいのサイズで私食べたいな。これいいよ。いいな、うん、買おうかな。ほんまや、めっちゃあるやん。え、これめっちゃいいやん。え、なんかポテチお土産にするならマジでこれが私は一番重い。確かに、めっちゃタイって感じやし、肉味楽しめるし、うんうん、マジゴリ押し。ミニ、ほんまや、めっちゃあるやん。かわいい、配りやすい。なんかテスコもこんなんあるん知らんかったわ。やっぱ一人暮らしであんまこういうのいらん。うん、いらんいらんけど、なんか朝ごはんとかで私このオレオとかはめっちゃ買う。え、待って、私これめっちゃ好きやねんけど、これあんねや。めっちゃいいやん。え、でかっ。こうとけ、今だね、会社の引き出しに今入ってる。言えよ、言えよ。めっちゃお得じゃない。めっちゃ入ってる、すごくない。買い足さんでいいの、めっちゃ楽そうや。そう、
パンダ、パンダすごい色分けるみたいな。ほんまや。もうカゴパンパンよ。絶対ゴロゴロのやつ持ってくるべきやつ。それカート見てきたかった。その辺誰かカート余らしてないかな。ゼリー大丈夫なの？それお腹弱い系やから。お腹弱い系女子。お腹弱い系女子。生きたエビとか食ったらあかんもん。いや、食べない。野菜ジュース。ツイッターでさ、一回さ、そのカバーがさ、そのコメロがめっちゃ美味しいみたいな言っとって買ってみて、なんか最初は普通って思ったけど、でもなんか飲んでるうちにちょっとハマりだして、あ、美味しいかもと思って2本目買った。めっちゃハマってるやん。なんかあっさりでめっちゃ果肉が入ってる。果肉あーね。飲んだやん。うんうんうん。あーね。でもなんかほんまさ、グレープフルーツって感じで私めっちゃ好きやった。ね、でもなんかグレープフルーツよりなんかオレンジよりの味。うん、やし苦くはないし、うん、なんか甘みがある。なんかこの茶バーのやつってめっちゃ美味しいらしい、チャイジーの中で。へえ、だって高いもん。うん、ちょっと高級。ねえ、そう、美味しいのよねこれ。茶バー日本やったらさ、カルディとかで買えるよなこれ。あ、そうね、高いけど。見たことないねんけどな、私カルディ。なんかあんまりカルディ入ったことない。ジジとレオドラえもんで、ね、静か。呼び捨てやめ。ジャイアン。あ、ゲンタかと思った。誰ゲンタ？ゲンタってあれコナンくんちゃう。見て、さっきの猫や。お前や、私の毎日も。オッケー。見て、この子めっちゃキャピってる。導入の時私らこれ言う。サディカーパタヨガールスです。私の毎日もオッケー。何何がって感じ。なんか見たことないドリンク売ってる。もうや言うわね。なんやこれ。めっちゃ体には効きそうやで。なこれ何や。分からん。これはあれやな、花の蜜の味の。ああ、はいはいはい。昔飲んだわ、なんか微妙や。なんかなんで花飲むって感じ。いやそれ。見てウォータフグになってる。ほんまや。いやね、水買ったことないから元どんなか知らんよ。いや確かに。安子いいな。なんか天井広い。洗剤もさ、あっちっちゃいのでいっぱい売ってる。へえー。なんかさ、旅行でさ、2週間とかそんなとか分からんけど。2週間こんな回数来へんからな。え、1回買って次こう1週間来るときにこう1、2個ちぎってくるみたいな。あーね。このこっちのサイズがいいわ。なんか1回分じゃない、旅行1回で使う量じゃない、1個が。確かに。洗濯？洗濯ちゃう？まあ。え、めっちゃいいやん。これいいな。まあ、しかもダウニーやから絶対いい匂いやで。もうこの辺いい匂いしてんもん。確かに、ダウニーの香りしてるわ。ペーパー。これが一番好き。うんうん。だってこれ、157パー。40個ぐらい入ってない？はい、そう。30、うん、40個入ってる。ねえ。おやす。ということで、ビッグシーに引き続き、デスコロータスでの買い物の様子。買い物の様子、デスコロータスを見せました。マジ、必要なもん書いてただけで、なんでこんなに疲れるんやって感じ。特に何もしてないねんけど、それなんか重たい状に動画回ってるしと思って張り切っていろいろ買ってしまったから、今からこれを電車に乗って持ち帰ると思うと、いや持って帰るの大変、ちょっとトイレットペーパーあるからさ、いやそれちょっとやばいで、ね、抱えて帰らなあかんけど、ああ頑張って持って帰るか、頑張って持って帰ろう、ええ買い物したわ。ほんまちょっとロックダウンでほんまにすることがないし、取れるもんもないし、ちょっと2人とも言い終わってるから何も食べられへんし、でほんまにあのクソ動画ばっかりだって本当に申し訳ないんですけど、はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録、インスタフォロー、インスタグラムのフォローをぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。おかぷんさん。